西は島町横断歩道橋の海岸西は島町横断歩道橋は愛知県清須市の県道67号名古屋祖父江線、県道1 9十号名古屋市宮線の二見交差点にかかっていた歩道橋である。1959年6月27日に竣工、開通した日本初の歩道橋であったが2010年4月10日に取り壊された。撤去後、 2011年に名古屋大学校内に移築された。1959年6月27日に学童専用陸教春公式が行われ、開通した。全長46.8メートル、幅2.5メートル、高さ5メートルで、現在の歩道橋のような鉄骨製ではなく、階段部は鉄筋コンクリート製、橋の部分は鋼鉄製であった。設計。 志向は名古屋造船株式会社で日本で初めての歩道橋ということで造船技術が応用されたと考えられる。歩道橋がある県道67号名古屋祖父江線は旧国道22号線で当時は毎日必ず1軒は交通事故があるという非常に危険な道路だった。二見交差点のすぐ近くには西日和島町立西日和島小学校その近くに 西浦島中学校があり、児童、生徒は、登下校時に、この危険な国道を渡らなければならなかった。1957年1月には小学校の児童が、交通事故で重傷を負ったため、危機感を持った両校の PTA を中心に、子どもたちが安全に道路を横断できるような、対策をとの陳情が重ねられた。建設省、中部地方建設局、 警察が慎重に協議を重ねた結果、歩道橋が設置される運びとなり、走行費320万円でこの歩道橋を完成させた。県道67号名古屋祖父江線の道路、拡張工事で、西日和島町横断歩道橋の取り壊しが決定すると、地元メディアなどでたびたび取り上げられ、地元有志らが思い出を残そうと、西日和島夢の架け橋実行委員会を設立した。 2010年2月7日の明記駅伝では横断幕も用意された。3月12日に渡り納め式が行われ、小学校の在校生や卒業生など1000人以上が渡り納めをした。西日和島町横断歩道橋は4月10日に撤去され、50年の歴史に幕を閉じた。道路拡張工事後、新しい歩道橋の工事が行われ、この橋は西日光歩道橋と 命名、9月に竣工した。撤去後も、階段の一部が、現地に、モニュメントとして残されているほか、橋部分が中日本高速道路により、名古屋大学校内の協力研究施設、ニューブリッジに蓄築され、2011年9月13日に、除幕式が開かれた。ありがとうございます。